おはようございます。ここは、日名具温泉ですね。さあじゃあ行きましょう。さあ日名具温泉を出発です。今日はここから鹿児島までね、行ってしまおうと思います。江戸時代の、薩摩街道ですね。薩摩街道は福岡から鹿児島へ続く江戸時代のメインルートです。今回は薩摩街道一番の難所三太郎峠を越えていきます。この赤松太郎峠、佐敷太郎峠、つなぎ太郎峠、3つの峠をまとめて三太郎峠というんですね。阿久根宿に到着するまでの道中をご覧いただこうと思います。あまりの難所なので通行止めになっていたりと通れない箇所も多かったですが、迂回しながらなるべく忠実に辿っていきました。それではどうぞ。江戸時代のメインルートの薩摩街道をね、辿っていこうと思います。ここからがね、一番の難所なんですけどね、3つ三太郎峠っていうのがあるんですけど、こう左ですね。さあここからがですね、一番の難所ですね。一応でもこれ国道3号でね、で旧国道3号を通っていくような感じですね。今右手を鉄道が走ってますが、これは薩摩肥薩オレンジ鉄道か。この辺りからね、あの山がもう海沿いまでずっとせり出してきてるので、山を越えるしかなくなってくるんですね。それでこっからすごい難所になっていくわけです。で、県道がなぜここに分岐しているかというと、昔旧街道はこの右だったからですね。そう、一瞬逸れてるんですよ。あ、これ違うな、さっきの左の道でしたね。ここ右だ。このこれが薩摩街道ですね。今8時50分ですね。ちょっと朝早めに出たと言っていいのかな。僕としては早いですね。鹿児島までね、普通に一般道で Google ナビで入れると、まあ、2時間50分とかそんぐらいでしたかね、ここからね。ただ街道を走っていくとそんな時間ではつかないので、まあ、倍ぐらいかかると思ってていいでしょう。6時間ぐらいかかるんじゃないですか。で、またここからあの国道3号に戻りましたが、この国道3号はね、だからかなりこの薩摩街道を生かして作った道ってことですね。次の宿場がね、水俣になるんですけど、水俣が鎮町宿っていう宿場だったかな。あ、鎮町の前に佐敷宿があるんだっけ。まあ、とにかく国道3号を走っているので今は快調ですがね、こっからですよ。ほら、山正面に山が立ちはだかり始めましたが、これを越えていかないといけないんですね。ここを右に折れてたみたいですね、旧街道は。前も軽トラックですが、農道はね、やっぱ軽トラックですね。日本のね、農道とか林道とかって全部軽トラックに合わせて作られてるところがありますよね。とんでもないところもね、大体は軽トラックで通れるんですよね。ほら、ああやって普通にとんでもないあぜ道も通っていけるわけですよ。これは右でいいのかな。ん？どっち？こっちかな。すごい道になってきましたよ、これ。こっちなんかな、本当に。あー、でもこれか。え、大丈夫なんかな、これ。もういきなりなんかやばい道になってきましたが。これですか。うわ。うわー、すごいですよ、これ。前からトラックが来たな。これはちょっと止まっとこう。あそこで行けんのかな。おいしょ。でもこれ無理だな、無理だな。よいしょ、いいのかな、いけんかな、ギリギリいけるか。いやー、すごい道だ、ほんとこりゃすごいな、すごい道ですね。うわー、この橋もまたすごいですね。おお、先が見えない、すごいですね、これ。いやー、すごい道でしたね。お、で赤松太郎という看板が出てきましたが、こっから赤松太郎峠っていう峠なんですよね。で多分ここを右なんですよね。これ右ですね。これが旧街道です。これも前から車来たらもうおしまいですね。この石橋は文化財です。お、薩摩街道赤松1号メガネ橋と書いてあります。へー、そうだが、これは薩摩街道なんですね。うわー、すごい。
へえ、すごいですねこれ。もうかなり不安ですよ。まあでもこうやって道があるということは行けるということなんでしょうが。あ、全面通行止めって書いてある。あ、通行止めですかこれ。そう、本当はねこっちなんですが、通行止めと書いてありますね。あ、残念。ということは行けないですね。まあ、せっかくここまで来ましたんでね、ここに薩摩街道大平メガネ橋っていうのが書いてあります。これが橋なんですね。あそこにトラックを止めていますが、ああいいですね。ああこういう橋なんですね。これが江戸時代からある橋、まあ、いつからあるんでしょうねこれね。ああ石が組んでありますね。ああ石を削って組んであるんですね。なかなか立派ですが、パッと走ると分かんない道ですよねこれね。ということでこれですね、この石橋は文化財です。優しい運転で大切に守りましょう。時代は1852年頃、じゃあ江戸時代の末期ですねにできた橋なんだ。はあ。ということでちょっと戻ってね、まあ、国道3号で行きましょうか。また1号橋のところに戻ってきましたが、これもまあ立派な橋ですよね。まあ残念ということで3号線で行きましょうか。まあちょっと3号線でどのぐらいまで行けるのかわかんないですが、国道は走りやすいですね。正面走ってるのはあれは九州自動車道ですね。でこの辺で上がってくるのか。で合流をして、まあ大体薩摩街道と今合流をした感じですね。ああ国道は走りやすいな。でどこかな、右に曲がるみたい。ここかな。またわけのわからんところで、うわこれ大丈夫かな。うわめっちゃなんか生活道路っぽいですけど、これはどうなってんだ。うわすごい道だなこれ。なんか縦看板がある。あこれもまた、これも薩摩街道の石橋らしいですよこれ。なんだっけ、須田メガネ橋、1849年頃にできた橋らしいです。これですね。ということは、まあこのルートが正しいということは分かったんですけど、これ行けんのかな。まあこれ戻ってくることになったら結構悲しいですね。行けるのは行けるけど、ああもうこれダメだ。こっから先は行けませんね。こっから先どうなってんですかね。彼岸花が咲き乱れてますが、これは引き返すの大変ですね。もう行けるでしょう、うん、行けた行けた、はい。いやーすごい道ですね本当。じゃあちょっとまた3号線に戻りましょう。何やってんだろうな今日本当。またこれ石橋を渡りますね。今これ見えるでしょ、薩摩街道須田メガネ橋と書いてありますが、すごいですねこれ。しかしよいしょ、これは無理でしたね。うん、軽トラックでは行けないということです。まあとにかくこの今の国道3号で赤松太郎峠を通りましょうか。本当はね全然右のあっちの方を通ってたってことですね。ただもう道がなくなってしまっていたので、ということで赤松トンネルを通ります。これができたことでね相当便利になったんじゃないですか。あんな道ですから。さあトンネルを抜けて峠越えを簡単に達成してしまいましたが、もうねこの右手をずっとは通ってるんですけど、道の駅田之浦、ちょっと道の駅に寄りますかね。わあ人里に一気に降りてきましたね。ちょっと相当ズルをして降りてきちゃいましたね。道の駅田之浦に寄りますよ。じゃあここに止めましょうか。道の駅田之浦肥後うららですが、何ですかねこれ。放課後堤防日誌ってなんか
ここを舞台にそういうアニメがあるんですかね。これ朝ごはんですね。うんうん、うまいうまい。で、道の駅を出てですね、おそらくですね、この右からこう薩摩街道が来てるんですね。で、ここを左に行きます。これが薩摩街道です。ここを右かな。お、薩摩街道って書いてあります。手前が江戸、奥が薩摩って書いてありますね。あれですね、薩摩街道、江戸薩摩って書いてあります。このレベルの道もずっと続いてるみたいで、そこから本当の薩摩街道は分岐するんですよね。まあちょっと見に行って、これはいけないと判断したら、この旧道でちょっと行ってみましょうかね。旧道というかこの農道なんだ、林道。まあともかくここはまだ薩摩街道の跡ですから。ははすごい道になってきましたが、あこの辺は結構雨とかで土砂崩れしてるんですね。となるとこの佐敷太郎峠も結構危ういんじゃないですかね。こう左にしか行けないんですか。左にしか行けないなら左に行くしかないですね。なんだこれ、なんかこれ新しい道ができたんですかね。これ地図上はないけど新しくできたトンネルなんですかね。これまあなんかよくわからないんですが、とりあえず戻りましょうね。まあとりあえず右折したかったところなんで。どうもね、この地形図には存在しないトンネルなんで、まあ新しいトンネルなんですかね。どうなんかな、新しいトンネルなんかな。あ、これか、これだ。これですね、多分。あ、400m 先通行できませんと書いてあるんで、ということは行けないんだな。車では行けないみたいですね。400m 先通行できませんと書いてありますんで。車では行けないみたいなので、しょうがないですね。なんかね、道がどうも綺麗になってるみたいですね。このね、山を避けていた道路がね、なんかズバーンとまっすぐ行けるような道ができてるんですよね。これではないんですけどね。多分崩れたのかな。それでなんか道を作り変えたのかわかんないですけど、えらく綺麗な道で佐敷太郎を越えてしまうことになりそうですね。存在しない道なんですよね、これ。佐敷太郎峠は行けませんでしたね。この辺りを通ってたっていうことは間違いないんですが、この先道路崩壊のため迂回お願いします。まあこの辺道路めちゃくちゃなんですね。こっち？またこの迂回路もすごいな。すごいですね、こりゃ。なんかすごい道を走ってますけど、これ全然あれじゃないですからね、薩摩街道じゃないですからね。佐敷太郎は難所すぎて通れないんですね。まあ歩いて越えるしかないんでしょう。今回のお題は軽トラで行く薩摩街道なので、歩いて越えてしまうと後が大変なんでね。佐敷太郎もパスということで、ちょっと2つ峠をパスしてしまいましたね。あんまりそれはよろしくないんですけど、まあしょうがないですね。さあ、じゃあ佐敷太郎は通れない代わりに佐敷トンネルね、 1570m、 まあトンネルでまた越えてしまいましょう。まあいかに難所かっていうことは分かっていただけたと思いますしね。なんか工事してますね。まあちょっと街道に戻りましょうね、ちゃんとね。この川沿いかな、この川沿いで左で、ここからちょっと薩摩街道に戻っていきます。そうか、もうすぐ佐敷の宿場ですかね、この辺から。今の町の名前で言うと芦北町ですかね。
多分薩摩街道がですね、あ、これこれ、薩摩、江戸薩摩って書いてありますよね。こっから薩摩街道です。おお、なんかいいですね。瓦屋根がいっぱい見えて宿場って感じがしてきましたよ。右に渡って橋を渡ると佐敷の宿場です。まあこの辺からもう宿場と言ってもいいのかな。なんか古くからの建物がいっぱいありますよね。橋を渡ると醤油屋さんがいきなりありますね。で、ここ左か、こっちですね。創業明治42年か、意外と新しかった。あー、宿場町だな。これは郵便局の看板が茶色いのは、あ、景観条例が厳しいんでしょうね。昔の街道の雰囲気を残しましょうっていうのが感じられる感じの場所ですね。ここは綺麗にしてありますね。ここは旧街道の雰囲気を大事にしてる感じが。お、薩摩街道佐敷宿って書いてありますよ。へー、あ、佐敷町並みマップとかもありますね。ここ右かな。これですね。ここからまた旧街道って感じになってきましたが、うわー、またなんかすごい道になってきましたよこれ。大丈夫かなこれ。いやー、もうほんとすごい道ですよねこれ。あ、ここからダートコースかな。ダートのような舗装してあるようなよくわからん道ですね。あー、でも意外と行けるか。あー、ここを越えれば割と普通の道っぽいですね。二足に入れて元気に上がっていきましょう。これはしかしすごい道ですね。あー、でもまあ道自体は綺麗ですね。あー、すごいな。あ、これなんか違うところに来ちゃった。違いますね。しかも通行止めになってるし。左だ。わーた、すごい道ですねこれ。なんでこりゃ。うわー、なんじゃこりゃ。まあ注意して注意して進みましょう。これ何、無理だね。この先を見ましたが、もう絶対行けないので、ここのスペースを使ってね、展開するしかないですね。ということで一回ここに乗り入れて、これで降りていって、わ、これ難しいな。ここに木があるんでね。よいしょ、よいしょ。おお、ここがギリギリか。で、これ右に切ってと。で、次またタイヤが落ちんようにちょっと下がる。おー、いけたいけた。まあ特に大きな傷とかはつくことなく脱出できましたね。これが僕が何度も行ったり来たりした跡ですね。ここにこう乗り入れてきて、バックであっちに行きながらこっち行ったりバックしたりこう行ったりでようやく出たって感じですね。いやー、大変だった。ああ、よかった。あれで相当マニュアルの運転スキルが上がりましたよ。ここに一言書いてほしいですよね。通行できませんってね。まあ通ろうとする人がそもそもいないんでしょうが。いやー、ひどい目にあった。はあ、疲れた。まあバイクと違ってこける心配がないから、ゆっくりゆっくり慎重にやっときゃね、こけたりすることはないんでいいんですけど、大きさがある分逆に大変といえば大変ですね。軽トラってすごくホイールベースが短いんですよね。自分の座ってる真下ぐらいに前タイヤがあるんですよね。なので結構楽にね、小回りが効くんで、だから前に物さえ衝突しなければ結構ね、カーブ自体はね、路面自体はこの辺でいいんですよ。路面自体がこの辺までにあればなんとかなるっていうね。さあ、ちょっともう国道で行ってしまいましょうか。国道、それで佐敷宿に戻ってきましたけどね。宿場に戻ってきて、ちょっと海沿いを迂回していこうと思います。手がドロドロですよ。さっきなんか砂利でね、スリップというか砂利踏んでズル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 なってたんで、道路の砂利をね、ガッサガッサこうどけてね、
滑らないようにしてなんとか抜け出しましたね。なんで手がドロドロですけど、まあ、これ天気良くて良かったですね。これね、雨降ってたりしたらもうどうしようもなかったですよ。ああ、いや普通のアスファルトの一般道を走れることが幸せですね。なんかあそこは大きい駅がありますね。なんだろう、あれが佐敷駅かなんかかな。まあここ左に行きましょうか。いやえらい目に遭いましたよ。これ間違えて駅前に来ちゃいましたね。まあそれもそれでいいでしょう。これが佐敷駅かな。でさっき苦しんでいたあのみかん畑から降りてくると、ちょうどあの辺から降りてくるんですね。で多分この辺りに降りてくるんですけど、どこかな、もう道が今存在しないんですね。というかこの線路もあるしね。まあどうやらこの辺りに降りてきて、この辺から合流してたみたいです。これでまた薩摩街道戻ってきたんですけど、最後の難所、つなぎ太郎峠っていうのがあるんですが、これもまたちょっととんでもない道っていうことはなんとなく分かっているので、もう最初から迂回しようと思います。もうさっきみたいなのは嫌なんで。一応ね、そのだから県道56号ですよ。県道だからたとえどんなにひどくなろうと軽トラックが通れない道はありえないんでね、この県道を使ってあの峠まで行けるんですよ。あの旧薩摩街道使わずともね、そっちを使って行こうと思います。あのつなぎって書いてあるんですけど、つなぎ左これですかね。で止まれて止まってなんでね、ちょっと今非正規のルートを通ってるわけですが、ここを左なんですね。このまままっすぐ行くと普通につなぎに行くのはこっちなんですけど、こっちに行くと、つなぎ太郎峠に行けます。でこっちが、つなぎ太郎峠なんですが、工事中につき車両通行止めご協力ください。 7.7 キロ先か、どうかな。峠まではね 7.7 キロないんでね、まあ行ってみましょうか。一応あの広域機関林道ですからね、まあそうとんでもないことにはならんでしょう。どうなるか知らないけど行ってみましょう。ではつなぎ太郎峠レッツゴーですね。まあ、7.7 キロ先車両通行止めってことは多分大丈夫なんですよね。そう言いつつちょっと不安ですけどね。ただ三太郎峠を全部無視していくっていうのはちょっとね心残りなので、最後のこのつなぎ太郎だけは行ってみましょう。ああでもなんか結構綺麗な道がずっと続いてますよね。うん、結構綺麗な道ですよ。ただこれ対向車が来たらね、草が相当ボーボー生えてますから道幅はある程度あるんですけどね、もう草に侵食されていてすれ違うことができないというような感じですが、うわっ、ははは、なんすかこれ、すごいね。まあこの端っこなら通れるか。うわあ、木が倒れてきますよ。一応ここはまだ通行止めの区間じゃないですからね。あんな倒木があったらどうすんだろう。で、もうそろそろ峠なんですよ。お、あの看板なんかそんなそれのような気がしますが、ちょっと止まりましょうか。お、いいですね、いいですね、これこれこれですよ、これこれ江戸薩摩って書いてありますが、まあ、こっちが薩摩でこっちが江戸って書いてあるんですが、江戸に行く方向ってこれ何もないですけどね。昔だからここに道があったんでしょうね。今は埋められてるのかどっかから行けるのかわかんないですけど、まあ道は存在しないですね。存在しない。まあなんかそこ、いや行けないな、行けないですね。いやーすごいな。まあとにかくここがね、あのつなぎ太郎峠ということになるわけです。この辺りがね、どこかな、まあもうここが峠かな。ひょっとしたらあそこが峠になるのかもしれないですけど、またここすごいことになってますけどね、崩れてますね。まあとにかくこの辺りがつなぎ太郎峠です。まあともかくこういうことですね。薩摩左、江戸右ということで、つなぎ太郎峠です。じゃあまあどこまで行けるかわかんないですけどね。
あっち行ってみましょうか。さあ、じゃあ行きましょうかね。ここがまたすごいですけどね。おお。で、薩摩街道は、まあ、この道じゃないんですよ。だいたいこの尾根を通って行って、どこかな、まあこの辺で右に折れるんですかね。あ、いや違うかな。あ、まあでもこの辺でもう逸れていくんですよね、道がね。あ、これこれ江戸薩摩、どうかな、本当かな、まあ、とにかくこの辺でもう逸れていってしまうんですよ。まあとりあえずここまでは車で来れるということですね。車で来れるけど、ルートをたどってね、登ってくるのは多分難しいですね。うん、薩摩街道のルートでここまで登ってくるのは多分本当に登山になると思いますね。で、この辺の下をですね、あの九州新幹線とか、あと高速道路とかですね、のトンネルがこの真下を通ってるんですよね。全部つなぎトンネルとかいう名前ですけど、まあ、昔はこうやって峠を越えてたということですよ。それを今はトンネルをぶち抜いて楽になるというのは、まあ、どこの街道も同じですね。今とか元々考えてたルートがあるんで、まあ、7.7 キロ先の通行止めがどこなのか分かんないですけど、まあ、ちょっと行ってみて、あの無駄足を食う可能性は十分にあるんですけど、まあ、ちょっと行ってみましょう。まあこれバイクじゃなくてよかったかもしれないですね。こけることはないですから、落石を踏んでも。ああ、やっぱりね、 2.3 キロ先全面通行止めって書いてあるんですね。なんでちょっと別のルートで行くか。さあ、人里に降りてきましたが、これが肥薩オレンジ鉄道ですね。さあ、それで3号線にね、これ3号線なの？大体。ですね、3号線がそもそももう使われてないと思うんですよね。無料の高速道路があるんですよね。なんで多分もうこっち自体がほぼ使われてないんですが、一応ここにもね、あの、つなぎ太郎って看板が出てますが、まあ、つなぎ太郎の真下を通る。真下じゃないけどね。まあ、ただその昔の、つなぎ太郎の山を通るということですね。だから3号線を通ると全部一応三太郎の名前が書いてあるんですよね。ちなみになんで太郎なのかよくわかんないですけどね。もしも麻生峠だったら麻生太郎になっちゃうってことですよね。そんな冗談はさておきなんですが、まあ、とにかくその今回のね、あのつなぎ太郎はね、峠も一応見たし、で今から3号線のトンネルも通るっていう感じですね。国道3号とか便利ですよ。めちゃめちゃ走りやすいじゃないですか。さっきまで山の中をえっちらおちら走ってましたからね。おっと、遅い車は途半車線、遅い車ですね、軽トラックはね。穴ぼこだらけだな、これ道が。わー、便利だな、それにしろ本当に。わー、途半車線がちょっと別に分かれるんですか。なるほどね、トンネルの横に付け足したんですか、これを。まあ別にどっちを通ったって構わないんですけど。さあ、つなぎトンネルです。もう向こうが見えてるんですね。まあそれにしても便利な道になりましたよね。さあ、これで峠を越えましたと。現代は本当に楽ですね。つなぎ町に入ります。で、どこかな、もうちょっと行ったら左というかね、あのこの右手から薩摩街道が降りてきていて、ここですね、ここで左。あ、というかこの下か、ここからこう続いてきてるんですね。多分こうこの合流のところがそうなんですが、で、ここからが薩摩街道です。いや、のどかですね。稲がもう収穫間際ですね。米がね、たわわに実っていますね。あちこちに薩摩街道の看板がちょっと現れ始めましたね。薩摩と江戸って書かれるのが面白いですね。江戸があっちですか。江戸まで行っちゃうんですね。なかなかスケールがでかい。まあでも実際そうですよね。江戸の日本橋を起点にして作られた道路体系ですから。ここか。これ右ですね。この怪しい分岐は街道ですね。お、薩摩街道って書いてあります、そこにも。あんまりね、このカメラじゃ映らないような気もするけどね。まあ、そう考えると人間の目ってすごいですね。どっちかな、こっちかな、こっちですね。お、なんだこれ、なんか変なトロッコ列車がありますね。なんか観光用かな。
なんかよくわかりませんが、あ、温泉か、つなぎ温泉って書いてありましたけど、なんか書いてありますよ。まあ別にこれは、まあでもメガネ橋、古いメガネ橋みたいですね。あ、でもこれひょっとしたらな、この街道もそうだったのかもしれないですね。でも街道はちょっとあの橋を渡ってたのかもしれないですが。で、ここからまた国道に合流するんですね。ちょっとコンビニ寄ろうかな。手がドロドロのまんまなんですよ。ファミリーマートに寄ろう。じゃあコンビニ休憩も終わり。ただここには宿場はなくって、この山を越えた水俣、まあ多分昔もここに集落はあったと思うんですけど、ここは一応宿場ではなくって、この山を一つ越えた水俣ですね。山を越えると水俣なんですけど、山を越えた水俣の方に宿場がありました。その水俣の宿場の名前が陳町っていうんですけどね。なんか陳町ってなんで陳町って名前なのかよくわからないんですけど、で、もともとはこの切通しの向こうをこうちょっと迂回してたみたいですけどね、若干ね。なんでまあそこに現れた道がそうですけど、まあ大体ここを通ってたというわけですね。そこにも薩摩街道の看板が出ていますね。水俣市に入りますね。水俣市です。上はあれはまた新幹線ですかね。九州新幹線、またお見かけしましたが、あれ駅かな、なんか駅が見えますね。あれは新水俣駅ですか。これが新水俣駅なんだ。見えますかね。あー、すごいな。なんか近未来的な駅ですね。この辺から左、斜め左に行く道があるはずなんですけど、これかな。あ、これですね。そう、ここに分岐していくんですよ。これが薩摩街道です。なんだこれ。完全に見捨てられた道ですよね、これね。うわー、なんだこれ、行けんのかな。うわー、すごいですね、これ。あ、これ無理だ、行けない、行けない。ああ、もう、これちょっと。ああ、なるほど、これ行けないんだ。本当はあそこを通ってたってことですね。いや、すごいな、えらいこっちゃ。しょうがないですね。迂回してきましたけど、ここかな、ここ行けるだろう。で、ここ左ですね。これがね、薩摩街道なんですよ。陳内阿蘇神社、ここ神社がありますよ、陳内というね。この辺が、陳町宿っていう宿場でという話をしましたけど、なんかね、不思議な地名ですよね。この辺がね、だから宿場だったってことですよね。まあ、今完全に住宅街ですね。宿場にもね、いくつかパターンがあって、なんか商店街になってるパターンと、ただの住宅街になってるパターンと、あとなんか街並みを残そうパターンの、まあ、3つですかね。これはすごい道ですね。ここは完全に住宅街です。でもこれが間違いなく陳町宿ですよ。宿場ですよ。なかなか難しい操作をさせられますが、まあでも慣れてきましたね。ああ、ここは幅が広くなってね、ちょっと町って感じですけど、水俣の旧市街がこっちと考えていいのかな。まあ、明らかにこう古くからのこう商店が並んでる場所っぽい感じですけど、ここは宿場だったんですね。地名でいうと陣内っていうところでですね、まあ、陣内っていう言葉がそもそも宿場っぽいですもんね。お依頼さんが泊まる、お殿様が泊まる宿とかのことを本陣っていうんですけど、宿があったということですよ。自動車原付ここから一方通行で、俺も上がってね、あ、ここに江戸と書いてありますよ。江戸で、この川沿いをずっと進んできて、ここを右か、ここですね。ここで右に行って、で、肥薩オレンジ鉄道と交差をするんですね。踏切です。一旦停止ね。で、窓を開けます。たら二速に上げる。
これですけど、マジで行けんのかな。ただ住宅街ですけどね。あ、これな、道なくなりますね。道がなくなる。当然か、なんかそうだろうなと思って、まあ、本当はこの後ろに続いていたわけですね。あったあった、これだ、薩摩街道って書いてあるけど、あ、これ行けないですね。行けないんで、こっちか、ここから右に行きましょうか。なんかキコキコ言うようになってきたな。まあこの辺、こうこうか、こう来て、まあ、大体この道ですね。ここから左かもしれないですね。そうか、そうですね。さっきの左でしたけど、まあなんかとんでもない林道だったので、ちょっと脇を通りますね。本当は薩摩街道はこのちょっと左の山の中を通っていっていて、まあもうすぐ合流しますんで。で、今走ってるこれが、また薩摩街道に戻ってますよ。これなら走りやすくていいですね。お、薩摩街道って書いてありますよ。この辺りの看板は全部統一して薩摩江戸という方向が書いてありますね。右か、猫危ないよ。ここ左ですね。お、そこにもほら薩摩江戸って書いてあるでしょ。薩摩の方に行きましょう。この辺はですね、侍という地名らしいんですね。侍街道って書いてありますが、ちょっとこの辺から心細い道にはなってきましたが、まあそれでも十分綺麗な道ですね。すぐだな。うわぁ、すごい坂ですね、これ。もう止まらずに行くしかないですからね。こっちか、これだな。うわぁ、すごいですね、これ。うわぁ、ギリギリですね、軽トラック。あぁ、でも通れるな。あぁ、通れる通れる。うわぁ、すごい道だ、これ。まあ、ただ一応コンクリート舗装はしてあってね。さあ、でこれもまっすぐなんですけど、行けるんだろうな。行きますよ。この辺もう道路がぐちゃぐちゃですもんね。あ、薩摩街道って書いてありますよ。ちょ、一回止めますか。邪魔だけど、邪魔だけど、まあいいだろう。来たらすぐ動かしゃいいんだ。ということで、これですよ。これが薩摩街道ですね。江戸薩摩、薩摩街道と書いてあります。あっちが江戸方面で、こっちが薩摩方面ですね。じゃあ続き進んでいきましょう。じゃあ続き行きましょうね。江戸薩摩と書いてあります。結構でもこれ通るの大変ですね。結構いっぱい看板が立ってます。あー、なんと、なんと、嘘だろ。戻るしかないか。通れませんぐらい書いてほしいですよね。いやー、本当にひどい目にあったよ。まさか行けないとはね。まあ、行けないならね、もうちょっと早めに行けませんよって出してほしかったですね。まあいい写真は撮れましたよ、あそこで。正直なんかもう細い道がもう嫌になってきましたからね。細い道をパスして、国道を通っていきます。これ国道3号かな。もう大体鹿児島方面に行くのは全部3号だと思ってますから。バイク分断が来た。ここかな、この辺で右ですね。変わった駅ですね。しかしちょっと駅に用があるわけでもなくって、これ行けないな。道が細くて入れなかったので引き返して3号線に戻ります。バイクを見るとバイク乗りたいと思っちゃうな。この辺ずっとなんか3号線を辿ったり、そこから逸れたりをずっと繰り返していますが、大まかなルートには影響がないので3号線で行ってしまいますね。ここかな、ここで左ですね。薩摩街道泉筋って書いてあります。随分街の中になってきましたが、もうすぐ正面に泉駅が現れるんですかね。泉駅は
あの日立オレンジ鉄道と九州新幹線両方の駅があるんですかね。もうあの左手が駅ですよ、駅がね見えるかなと思いますが、しかし駅前なのにこの寂れ具合ですよ。いかに人がいないかってことが分かりますね。まあただ宿場はもうちょっと先なのかな。すぐに越えて3号線を、3号線に一瞬合流しますが、3号線じゃないのかな、447号か、もう右ですね。この川を越えて、もうこの通りが泉の宿場だったんですね。まあ道を広げてあるんでしょうけど、昔ながらの商店がいっぱいありますね。つまり駅前じゃないんですね、やっぱり。泉のメインストリートはこれって感じがしますね。まだ駅前より人がちょっといるかな。まあそれでもあんまいないですけど、歩車分離式の信号なんですけど、まあ、今画面内に映っている人が2人ですからね。2人。泉本町っていうね、この辺がどうやらやっぱりメインですね、町の。明らかにメインの町も右になってますね。まあどこまで宿場だったのかですけどね。まあここはもう宿場の外れって感じでしょうね。なかなか町が途切れませんが、泉の宿場は結構規模がでかかったんじゃないですか。ずっと町が途切れませんもんね。いや、この辺はずっとまっすぐですね。今あの泉の宿場から出たとこですけど、まあずっとまっすぐの道が続いてますよ。この辺はすごい歩きやすかったのかどうなんでしょうね。ほとんどなんか高低差がない。今これ台地ですね。シラス台地じゃないですかこれ。なんかこう火山によってできた台地っていう感じがしますけど、とにかく道もまっすぐだし、並行している肥薩オレンジ鉄道もずっとまっすぐ。あ、そうそう、言い忘れましたけど、あの泉から薩摩の国に入っています。とにかく本当に道がまっすぐですね。すごいまっすぐだ。あんまり面白くはない道ですねこの辺は。あー、でも走りやすいわ。しかも今もこれメイン道路って感じですよね、この辺のね。ずっとこう民家が続いていますね。この辺はだから宿場があってもなくても、まあもうずっとなんか文明の香りがずっとし続けてますね。こんなにずっと街なんだ。泉から阿久根の間ってずっと街なんですね。でこうやってずっとまーすぐ来てたんですけど、野田郷駅前ってとこで、ここで左ですね。まあただ曲がったところで平坦なことに変わりはないですね。やっぱりこの辺はほとんど起伏がないなーっていうのがよくわかりますね、走っていて。お、薩摩街道泉筋と書いてあります。なんかこうずっと左右に石垣が続いててね、なんかすごいですね。ここ石垣の中に全部家があるんですよ。で、ずいぶん奥の方に家がありますね。あ、ここは近くにありますけど、へー、なんかここ不思議ですね。へー、あー、ここ不思議ですね。薩摩街道はここを右ですね。そこにね、あの薩摩街道泉筋って書いてあるんですよ、こっちね。まあどうやらこういう道らしいですね。本当かいな。あれ、あー、これ本当は右側を走ってるんですね。山の中を、この右の山の中をちょっと走ってるみたいですけど、まあさすがにちょっとこの車じゃ厳しいので、まあだいたい脇を通ってるっていうことで勘弁してください。で、阿久根市に入りました。どっかででも右に入らないといけないですね。ここで右にね、島津田島の神の墓。島津田島の神、島津家ってあのね、薩摩藩の島津家でしょうけど、田島の神、田島って兵庫ですよね。まあ相当昔の話かな。田島の神とか言ってるから平安とかそのぐらいの話ですかね。これかあー、こっちですか。まあこんなんで結構行ったり来たりしてるんでね。で、ここを右ですって。桑原城跡、なんか城があるんですか、古城で。ここを左、あー、そこに薩摩街道って書いてありますね。あー、でもまあ意外と走りやすい道ですよこれは。左に古い石橋があったんで、まあなんかあっちを渡ってなのかもしれないですね。あー、意外と道が残ってて、ちゃんと整備されてるもんですね。まあこの辺はなんかとんでもないところはないですよね。うわー、でかい鳥
全然動く気配がないっていうね。聞けますよあれ多分。まあしかしずっとね、泉から阿久根はもうこの調子ですから、まあなんかとても走りやすいですね。なんか本当にこんなんでいいのかなというね、ちょっと街道の旅としては物足りないというか、なんかぬるいですよね。ぬるいとか文句言ってたらちょっと細い道を用意してきましたね。あー、ようやく街道っぽい感じになりましたね。泉から阿久根の間ではここが一番の難所ですかね。と言ってもまあぬるいですね。もうちょい左に寄ってくれおばあちゃん。わあ海だ。おー、でこっから坂を下り降りていくと多分もうあの阿久根の町でしょうね。おいしょ。あれ今ここ阿久根ですよね。阿久根、阿久根。一瞬迷子になりかけましたが、これですね。これが薩摩街道だ。薩摩街道ってこう書いてあります。まあこの辺から阿久根の宿場と言ってもいいのかな。ここで左かな。薩摩街道と書いてありますが、お、なんか工事してますね。この筋がね街道なんですね。宿場がこの筋と言っていいみたいです。ちょうどこの左右に商店が並んでますが、今これが阿久根の宿場ということですね。これで阿久根の宿場に到着という感じですが、本日の前半はこれで終わりってことにしましょうか。次回は続き阿久根宿からっていうことで、まあ、泉から阿久根までは結構簡単な道というか単調な道が続いていましたが、さあじゃあここから阿久根から次は、仙台ですね。仙台が、なんか向こう町だったっけっていう宿場になりますが、鹿児島まで向かうのは後半ということで、はい、ご視聴ありがとうございました。